それは一体どういうことじゃ。さっきキヨちゃんとスナックにおったらいきなりヤクザが来よってキヨちゃんを車に乗せよったんじゃ。じゃけわしが止めに入ったんじゃがめたくそに殴ってきよってからに、ほしたらキヨちゃん心配せんでええから言うてほいでおめおめと逃げてきよったんか。この根性なしが己の腕の一本や二本折られててもキヨちゃんを守ったらんかい。頭いかんて怪我人ですけ。ヤクザってのは陽明連合会か。いや多分東京もんじゃ若い男じゃった。そうめやか。やっぱり清美ママとなんか関係あるんすかね。待て南雲、どこに行くつもりだ。決まっとる。キヨちゃん助けに行くんじゃ。その染谷いう男は山の上の迎賓館に泊まっとるんでしょう。登場会をなめるな。お前が言ってどうにかなる相手じゃない。止めんといてつかさい。こればっかりは兄貴の命令でも聞けませんけ。そうじゃ。頭だけじゃのうてわしらみんな命張る覚悟あります。清美さんはわしらにとっても大事なお人じゃ。おうよ、東京門に舐めた真似されて黙っちょれんわい。染谷は陽明連合会の本家の客人だぞ。そこにお前らが乗り込んでいったら縁故詰めさせられる程度じゃ済まない。最悪広瀬一家は取り潰しだ。親分にも迷惑がかかる。じゃったらわしは破門してもらいます。それじゃったらもう広瀬一家とも関係ないですけど、惚れた女一人守れんでなんか極道じゃ。Let's go save her. 呆れるくらいバカな奴らだな。なんとでも言うてつかさいや。ほいでもわしらはいかんといけんのんじゃ。ああ、バカとは言ったが嫌いとは言っていない。え？陽明連合会傘下の広瀬一家が動けば問題になる。だったら組に関係ない俺が行けばいい。違うか。いや、兄貴がぶち強いのは分かっちゃいます。じゃけど、なんぼなんでもたった一人で行くんは無謀すぎるで。おいおい、さっきから何ごちゃごちゃ話してんだよ。おやさん、おったんですか。要はさ、おめえらが広瀬一家の人間だってバレなきゃいいんだろ。そらそうですがの。だったら絶対にバレねえ。いい手がある。これ覆面なんか泥棒みたいだな。おやさん、なんで小柄なもん持ってるの。昔はこれかぶってムカつくやつを殴ってたもんだ。本家のやつとかバンバンな。全然バレなかったよ。おいじゃけど、そがなことする人おやっさんの他に何人もおらんでしょうが、ほとんどバレとったんじゃ。おいじゃ、これ兄貴の分です。はあ、いや俺は必要ないだろうが。何言ってんすか。桐生の兄貴が広瀬一家に出入りしてることは陽明連合会にも知れてんすから、兄貴の顔が割れたら一緒にいるのが俺らだってバレちゃうじゃないですか。しかし兄貴、もたもたしとる暇はないですけど。しょうがねえな。Is he still gonna wear the same shirt and clothes before? Or not? じゃあ、俺はそろそろ戻るから、あとはよろしく。で、頭、どういう作戦で行くんすか？そうじゃのう。あ、確か迎賓館のパンフレットがあったはずじゃ。ちょっと持ってきますわ。これです。これが迎賓館の見取り図です。What do you mean the controller was disconnected? What's this timing anyways? 迎賓館はもともと石見造船に船を買いに来るお客のために建てられたようですわ。 Okay. Sure. 1階はロビー。2階から3階までが客室エリア。4階にレストランと大浴場があります。5階はスイートルーム専用みたいですわ。広いの。問題はどこに清美さんがおるかじゃ。のんびり探してると登場会の連中に捕まっちゃいますよ。よし。キヨちゃん救出作戦はこうじゃ。まず全員で正面玄関から突入。奥の階段に着いたら2階に上がって二手に分かれて客室をしらみつぶしに探すんじゃ。松永、田頭、雄太は右回り、わしと桐生の兄貴は左回りじゃ。2階におらんかったらそのまま3階へ行き同じように探す。途中でキヨちゃんを見つけたらすぐにわしの電話を鳴らせ。そしたら一斉に正面玄関に戻って車でとんずらじゃ。お前ら準備はええか？へい。血がたぎってきたで。兄貴、準備はええですか？ Sure, I'm ready. ああ、行こう。よっしゃ、キヨちゃん、今行くで。Let's go。ご一行様の到着じゃ。All right. Oh, I thought I'm wearing. Okay, I'm wearing this black. Okay, let's kill everyone. Nice. Let's focus on these guys who have a lot of health. All right. Nice. Ooh, that must have hurt. Okay, anyone else? This guy's left. Nice. And that guy's gonna die. No. Let's head up. I don't see any heal potions anywhere. Oh, there's one. Okay. Oh, stamina on XX. That's exactly what I wanted. 頭、それじゃあわしらは他の場所回ってみます。They're gonna be on the 5th floor for sure. Nope. 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 Your next one. Empty. Nice. Let's keep going. Kasha, こっちにはいませんでした。キヨちゃん、ここにはおらんかったか。よっしゃ、次行くぞ。Let's go. Floor up. This way. One more floor up. I don't see any heals. That's okay. Go. Nice. Ow. All right, no one here as well. Next door. Not here as well. Next door. Okay, keep going. So yeah, it's a doggy Kiyochan Morunja. Cornelia, Somea to you to go to Kamate. Shock says Kitas Kanasa Soja. Somea, the Dioxon, Rio this. Kirinaki, Yonkayo Sarashimashu. Let's go quickly. Is he a boss or something? Of course you got this, you're 3v1. It would be weird if you didn't have this. Anyways. Where is the bathhouse? Right here. Somea, where is it? What is it? Hey, show me. Really? I gotta fight them? That's fine, I can just use my ultimate on this. That's almost him dead. Nice. Now just kill the rest. Oh, this scene is very laggy because of so many reflections from this. I'll just turn the other way. Nice. Nice. There we go. Easy.兄貴、染谷いう男おらんですの。ああ。あん中はまだ見とらんの。たまらんの。よりによってなんちゅう場所じゃ。もう行けん。じっと失礼します。おいはーい、生き返るわい。あなんじゃこりゃ。わるはナグモ。これは一体何のつもりじゃ。違うで、わしナグモじゃな。でバカたれ、もう遅いわ。しもうた。あれあれ、桐生さんじゃないですか。染谷。さすがに今度は偶然ってわけじゃないですよね。つうかその格好、熱くありません？清美ママは無事だろうな。彼女どこにあった？まさか4代目ともあろうお方が。女一人のためにこんな無茶やらかすなんてね。噂通りの人で嬉しいですよ。彼女はどこだと聞いている。答えた方が身のためだ。なるほど、やる気ってわけですか。ですがあいにく俺にその気はありませんよ。何？奇襲を受けた時点でこっちの不利ですから、あんたと真っ向からやり合うようなバカはしない。俺はね、確実に勝てる時だけ戦ってのし上がってきた男なんですよ。ただ単に臆病なだけにも聞こえるがな。早合点しないでください。俺はこの喧嘩まだ負けたとは言ってませんよ。ん？よく言うじゃないですか、逃げるが勝ちって。てめえ！くそ、逃がすか！Let's chase him. But I first need the heal. Come on, let me pick it up. There we go. This trash should entertain me, eh? That should be fine, I got my ultimate. Nice. I'll need to heal up here soon. Actually, let's do that now. I can use one Torino, right? And one Toughness Z. Ouch. Nice. That's him dead. Another guy. Nice. And done. Keep going, Kiryu. Keep going. Inventory is full. So let's see if it drops on the ground so I can pick it up. No, my heal. Maybe it got sent to like the inventory or something. Yeah. Oh. Definitely is the inventory full, okay. That means I can use one of them. Picked up the other. Cool. Nice. You're a trash, you don't have a tattoo. 随分綺麗な体をしているんだな。今時墨なんか入れてちゃ仕事になりませんよ。何？ヤクザが仇を脅してあぶくぜにせしめてた時代とは違って、今は真っ当なしのぎに手出した方がよっぽど安全で何より儲かる。俺は上からそう教わりました。炭は脅しのために入れるもんじゃねえ。己の生き方を背中で示すために入れるんだ。背中に憧れるってやつですか？夢だな。夢だと。現実はもっとシビアなんです。結局親が子に求めるのはどれだけ組織に貢献できるかでしょう？今じゃ入れ墨なんて入れない方がしのぎになるわけですから、これが極道として正しい姿なんですよ。夢を忘れて金に走るようになったら極道はおしまいだ。誰もが憧れるような生き様背負った男がいてこそ、そいつを担ごうと一つの組織にまとまることができる。さもなければ跳ねっ返りの多い極道なんざ一瞬でバラバラになってしまう。だから金こそが人を引きつける最大の魅力ってことになるんでしょう。少なくとも菅井さんはそう思ってるみたいですよ。まあいいや。女ならこの中に監禁してます。今頃たっぷり可愛がってもらってるんじゃないかな。安い挑発には乗らねえ。彼女の居場所が分かれば十分だ。さっさと片付けてここを通らせてもらうぜ。そう簡単に行けばいいですけどね。伝説とまで言われた4代目が相手だ。こっちも失礼のないよう少しだけ本気出させてもらいますよ。Okay. Time to defeat him. もうおしまい。手加減なしだ。うわっ。うわっ。せいや。はっ。やるな。決めな。くそだ。おら。Open the civil table. Nice. Ouch. Nice. Oh. Okay, I'll have to heal. Let's use just the small one. Just to save, honestly. Ooh, that was a nice kick. Well, he defeated. He's defeated. Aniki, 大事ないですかい？あれ？桐生さんじゃないな。それに広瀬一家のバカタレも。コシュミス来ると思うとりました。こちらへ。桐生さん、キヨちゃん無事じゃったか？ええ、二人ともどうしてここに？それはコシュミスさん、これは一体どういうことですか？岩見社長。岩見、俺たちは清美ママを助けに来ただけだ。ここに監禁されてるって話だったが。監禁？なんならそれ。わしらはこがわして客人の奥さんをもてなしとっただけじゃ。なんじゃそりゃ。いやー、夕食前のいいエクササイズになりましたよ、4代目。清美はね、俺の前のかみさんなんです。な、ママがお前の本当なのか？嘘じゃ、嘘に決まっとる。そんな小川な町に染谷さんの奥さんがおったとは驚きじゃったが。これも何かの縁じゃと思ってのお招きしたいうわけじゃ。何か行き違いがあったことは分かりました。ですがこのけじめはつけていただく必要がある。そうですね、小清水さん。ええ、もちろんですわ。広瀬一家は今日限り陽明連合会を破門。総長の広瀬にはきっちり縁故詰めさせますけ。待ってください、広瀬のおやさんは何も。やかましい。染谷さんはの東京から遠路はるばるわしらとの杯に来た大事な客人じゃ。踊れなんぞの縁故で済む話か。まあまあ、小清水君、せっかくの祝いの席だ。清美さんも怖がっている。些細なことは水に流してやりなさい。会長ですが。この私が水に流せと言ってるんだがね、聞こえなかったか。いえ、わかりました。染谷さんも構いませんか。もちろんです。もともと私が招いた誤解ですから。あんたは石見造船会長、石見平蔵と申します。4代目石見会長は石見造船をはじめとする石見グループの長老ですが、もう一つ別のお名前がありましてね。クルス・タケル。クルス、陽明連合会会長です。クルス・タケルはいわゆる都政名なんです。クルス・タケル、石見造船の会長が陽明連合会の。石見グループの関連各社は今風に言えば陽明連合会のフロント企業ということになりますが、こちらは息子の常雄で石見造船の社長です。以後お見知りおきを。俺の名前は桐生一馬。東条会の4代目でしょう。当然存じております。どうも水が入ってしまいましたな。ここは一つ場所を変えませんか。分かった。いい眺めでしょう。私はこの海から見た尾道の眺めが一番好きだ。それに大事な話をするのに海の上ほどうってつけの場所はありません。周りに聞き耳を立てる者は誰もいない。大事な話？実は桐生さん、あなたに折り入ってお願いがあります。どうかこの小清水と染谷さんが交わす杯の後見人になっていただきたい。どういうことだ？ご存知かどうか、陽明連合会はこれまで東条会とも近江連合とも杯を交わさず、極道組織として中立を貫いてきました。それはなぜか。広島が動けば日本の裏社会の均衡を崩すことになるからです。我々が日本最大の組織近江連合と組めば東条会に勝ち目はなく、逆に我々が東条会と組めば近江連合にとって存亡を脅かす存在となる。だからもし今我々と東条会が杯を進めていると近江連合が知れば、彼らは死に物狂いで阻止しようとしてきます。一つ間違えれば日本中の裏社会を巻き込む戦争になる。クルス会長、あんたらはそれが分かっていて、なんでそんな危ねえ杯を進めようとする。わしらがそこまで話すからには、まず杯の後見人を受けると確約していただきましょうか、桐生さん。あなたは今の近江連合トップからの信頼が厚い伝説の極道だ。そのあなたが後見人であれば、我々の杯が明るみに出ても近江連合はしぶしぶとはいえ飲むでしょう。堂島の龍の名はそれほどまでに力を持っていると私はそう思っています。なるほど、事情は分かった。それでお返事は？断る。理由を尋ねても、今の東条会は6代目の堂島大吾が逮捕されて不在、その急場しのぎに代行の菅井が切り盛りしている状態だ。そんな時にこの俺が下手すりゃ戦争になるって杯を無断で交わすのは東条会6代目への裏切り行為でしかない。なるほど、筋は通ってますな。ただそうなりますと、我々としては染谷さんとの杯を断念しなくてはならない。もしかしたら代わりに近江連合と話をすることになるかもしれませんが、あなたはそれでもよろしいんですか、4代目。どこの誰と杯交わそうがあんたらの勝手だ。俺はもう東条会の人間じゃない。それはおかしいですね。東条会の人間じゃないとおっしゃるなら、裏切る裏切らないもないでしょう。違いますか？やめなさい常代。桐生さんからはもうはっきりとお返事をいただいた。この話はもう終わりだ。失礼しました、会長。いきなり無粋なご相談をしてしまってすいませんでしたな。年を取るとどうも話を急いでしまっていけない。いや、それじゃあ食事の続きをするとしましょう。